はい、こんにちは、ともチャンネルです。今日はね、Chromebook が Linux をサポートしたという話から入りたいと思います。Chromebook がね、Linux をサポートということ、どういうことかと言いますと、Linux のソフトウェア群をほぼ使えるんではないかという話から、なっています。よくわかんないですね、私もね。実際にこの話が出たのはね、確か1週間ぐらい前だと思ったんだけど、日付を見ると9日とかなの、もう2週間ぐらい前だね、これね。そのぐらいにも話が出始めたんですね。で、私もこれをね、なんだっけかな、インターネットのニュースかなんかで流れてきたものをずっと見ていたんですけども、これがなかなか良さそうな感じなんですよね。というのはね、Chromebook で以前からもうずっと Linux を使う方法というのがいろいろと、公開されてきました。で、その方法というのはいろんなね、設定をいじったり、デベロッパーのモードに移したりとね、いろいろ手間のかかるややこしいやり方をして、ようやく、確か Ubuntu とかね、その辺を入れることが可能となっているみたいです。そして元々の容量が 16GB とか 32GB しかない、その Chromebook の容量を圧迫しての、Linux でしたので、もうこれもどうかなと思ったんですけども、こればかりはね、さすがに、元々もう本、Chromebook というものの中には Chrome OS が入っているものなんでね、致し方ないというところなんですけども、ただ今回のはサポートということで、完全にね、 Chromebook の中に仮想マシンを、 Linux の仮想マシンをね、セットする形で動かせるようになるようなことが書いてあります。ただこの仮想マシンを、Chromebook の中に入れておくということは、それなりにマシンパワーを必要とするんではないかという予測は立つんですけども、どうやらね、この記事のように読むと、Chromebook の半分以上はこの Linux を動かせるだけのハードウェア性能を備えているということらしいんですよね。なので、半分以上ということは、当初から出ている Atom キー以外のものであれば、ほぼほぼ動くんではないかという予測は立ちます。で、多分もっさりではあろうけども、動くんではないかというのは、Atom の CPU を積んだ Chromebook でもなんとかなんのかなっていうことは予想できますけど、さらに言えば、もしかしてチップセットにもよって、もしかしたら動かないものが出てくるのかね、その辺はまだちょっと定かではありませんけども、とりあえずそういったことらしいです。で、他のページ見てみますと、Android Studio でのアプリがね、アプリ開発が可能ということらしいんだけど、要は Linux の中にあるこの Android アプリのね、制作をするために必要なソフトウェアを使えるということみたいですね。この辺開発者は嬉しいかもしれないですね。要は Linux を使って Android アプリをね、作ってたの、もしかしたらそれが Google の Chromebook だけで完結できるかもしれないということでね、これはかなり開発者にとっては嬉しい話なんではないでしょうか。その辺を踏まえて、このサポートということをね、見てみると、そうですね、やはり Chromebook 本来のね、性能を残したまま、Linux のソフトウェアを使えるということはかなり大きいんではないでしょうかね。要は軽快さを失わないでそのまま使えるということになるんではないでしょうか。なのでね、わざわざそのモードを変えて立ち上げるときに、こうLinux を使うためにワンアクションを起こす必要がない、そういうふうな感じで書かれていますね。Chrome OS 上で使えるという感じですから、多分そうなんでしょう。そう考えると余計にこれちょっと早く実装してほしいもんですけども、とりあえず最初の実装が、Chromebook、Google の Pixelbook っていうね、多分フラグシップ機になると思うんですけど、それに合わせて、実装されるみたいですね。ということで Chrome OS のバージョンが68あたりで、他の
Chrome にも降りてくる可能性はあるということですね。で、Android アプリのように順次多分使えるようになっていくと思うんですけど、またこれが私の使っているものがね、またなかなか降りてこないような状況になってくると Chromebook 買い替えになるんじゃないかなという予想はできますね。だけどこれを待ってると、結構時間かかりそうなんで、もしかしたら先にもう使えるのを確認したら Chromebook 買い替えるという可能性もありますね。で、サポートされるのは Linux で2017年版のデビアンストレッチっていうことらしいんだけど、これはデビアン使ってる人ならあんまり気にならないと思うんですけど、これはデビアンのバージョンみたいなもんですね。だから、デビアンの2017年版って言ったら多分最新のやつだと思うんで、2018年出たのかな。以前はね、デビアンも数字で6とか7とか8とか9とかね、出てたんですけど、いつの間にかその数字、バージョンの数字とともに、このデビアン、これだとストレッチというね、名前がつき始めたのかな。いくつからだろう、バージョン7からかな。で、それの、ね、今いくつなのって言われても、ストレッチとしか答えられないんですけど、そんなバージョンだと思います。基本的に Chrome の、デビアンのね、バージョンアップはかなり遅いペースでしていきますので、長く使えるんではないでしょうかというところで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、こんなの知らない、いらない、聞かなくてもいいってのバッドボタン、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。